はい、どうも、ユートピアのトイアコでございます。本日はですね、トイサピエンス東京、名古屋、大阪で開催しているスターウォーズのイベント、スターウォーズジャンプトゥハイパースペースのイベントに行ってまいりましたよ。スターウォーズだけのねイベントなんて意外と珍しい気がしたので、結構楽しみにしておりました。店内中はねスターウォーズだらけで、特にオービワンケノービの衣装展示とかは東京だけでやっているものなので、非常にプレミア感あったんじゃないかなと思います。そんなね店内の様子をね取材してまいりましたので、今回はレポートしていけたらなと思います。ちなみに動画の撮影と動画の編集は今回僕ではなくて、うるさくチャンネルの作詞さんにお願いしております。ありがとうございます。非常にね綺麗な映像と編集をしてくれたので、とてもありがたいでございますね。僕の他の動画では楽しめないような雰囲気を味わっていただけたらなと思います。今回本当にスターウォーズということで、フィギュアだけじゃなくてビークルだったり、ムービーマスターピース、テレビマスターピースもねいろいろ並んでおりました。衣装の方はね取材のためにガラス扉がない状態で今回撮影しております。スターファイターの展示だったりだとか、インターセプターのね展示だったりだとかして、非常にねド迫力のね内容になっておりましたね。ウェザリング塗装や細部のところも大きいがゆえに、とても見応えがありますよね。そしてこのダース・ベイダーはたまらんですね。未だにねムービーマスターピース欲しいんですけども、まだ買えていません。はい、ホットトイズといえばやっぱりムービーマスターピース、何度も言っておりますけども、こちらのね新作の展示がずらっとねされておりました。いや非常に魅力的なねキャラクターが多いスターウォーズシリーズ、最近だとディズニープラスのドラマ系マンダロリアンだとか、オビアン・ケノービー、ボバフェットのね作品のキャラクターたちが非常に増えたんじゃないかなって感じがしますね。はい、こちらねマンダロリアンでございます。グローグーもいますね。非常に荷物の多いマンダロリアンを楽しむこともできるのがすごいところ。そしてこちら王座に座ったボバフェットでございます。これは家族に1個は欲しいよね。はい、ボバフェットに登場したキャドベインもラインナップされております。ボバフェットこのねウェザリングの塗装もさすがホットトイズと言わんばかりですよね。ジャンゴフェットなんかもねいるので、これはねファンにはたまらないやつですよ。毎回思うんですけども、このホットトイズさんのイベント物欲がめちゃくちゃ刺激されます。で限定アイテムとして置かれてるストームトルーパーとクローントルーパーとデストルーパーの限定カラー版がね展示されておりました。クローンとストームトルーパーはシルバーで、デストルーパーはブラックというね、非常にねこれかっこいいですよね。シルバーとブラックの展示なので、非常にスターウォーズの宇宙観をね表現しているような感じがして、めちゃくちゃシックでかっこいいですよね。いや光沢感も素晴らしい。こちらは限定品ということで、実物を見て気に入ったらすぐにね店内で購入することが可能です。でもちろんねスターウォーズのアイコン的キャラクターの C3PO、R2D2、そして2人、この2人外せないアナキン・スカイウォーカー、オビアン・ケノビー、あ、ダース・ベイダーは本当に欲しいです。いつになったら手に入れることができるかな。この存在感は凄まじいですよね。いつになっても憧れのダークヒーローでございますよ。そしてオビアン・ケノビー版では限定としてね、マスクが割れた状態のダース・ベイダーのヘッドパーツも付属しております。でアニメのねキャラクターたちも非常に多くて、アソーカとかも展示されてましたね。モフさんもいらっしゃいます。エフェクトパーツとかも充実しているので、劇中の迫力あるアクションとかも楽しめるし、こういう重厚感あるね感じもねたまらないですよね。細かい小物のアイテムも充実しているのが、このホットトイズのムービーマスターピースとテレビマスターピースシリーズでございます。皆さんは何か欲しいものがありましたかね。で今まで紹介したのがほとんど6分の1スケールなんですけども、こちらはなんと等身大のグローグでございます。
ございます。すごいですよね、あのサイズ感で劇中では存在してるんですよ。でもちろんね、スターウォーズだけじゃなくてマーベルのムービーマスターピースも常設と同じように展示されておりました。現在発売中のものだったりだとか予約中のねものもありますよね。これもまたね物欲が刺激されちゃうんですよね。いやどれもかっこいいですよね。個人的にはコミック風のアイアンマンが非常に欲しいところ、ホットトイズならではのこのアレンジはお見事ですし、唯一無二のフィギュアっていう感じがしてね、とっても素敵です。いくつかのねアイテムは実際に買うこともできます。そして奥にはドラマオビアン・ケノービの撮影で実際に使用された衣装が展示されております。目の前でしっかりと見ることができるんですよ。傷だったりだとか汚れだったりにも一個一個ね価値がある衣装となっているので、これは大注目ですよ。でもちろんね腰にはライトセーバーを携えていたりだとか、細かいベルトのね表現だとかっていうのも見ることができるので、非常に貴重な機会なんじゃないかなと思います。こちらの展示がトイサピエンス東京限定の展示になっているので、お近くの方はぜひともね見に行ってほしいなと思います。おそらくこれが最後の機会になるんじゃないかなと思っております。いずれもねドラマの中で印象的なキャラクターの衣装の展示がされておりますね。こちらリーバですよね。非常に物議を醸したキャラクターでもありますけども、リーバとその隣にいた大尋問家は最近テレビマスターピース化がね発表されて予約も開始されてましたよね。どうやら LED での発光ギミックもあるので注目です。はい、こちらちょっとね和風っぽいね帽子みたいなねメットがね非常に印象的なフィフスブラザーでございます。でその後ろにはフォースシスターも立っておりますね。なんかあれだよね、なんとも言えない首から出てるあの触手みたいなやつもついてるのがちょっと生々しい。そして右端にいたのはこのパージトルーパーですね。非常にかっこいいです。黒に赤っていうのがねいいですよね。そしてなんとこのトイサピエンス東京入り口入ってすぐにこのボバフェットがお出迎えしてるんですよ。王座に座りながらねお客さんたちをお出迎えしてるのがまたこのボバフェットのねおもてなしなんでしょうね。でもちろん限定グッズだったりだとかロゴライトボックスも発売中で、反乱軍と帝国のマークはファンならばどちらも欲しくなるアイテムでしょうね。いろんなねコレクション性の高いスターウォーズのフィギュアだったりビークル類もめちゃくちゃ売ってましたね。こんなにスターウォーズグッズ売ってるお店もなかなかないと思うので、マジでスターウォーズ好きはね行くべきだと思います。僕も普段買わないにしても非常に欲しくなったものがねたくさんあったので、ぜひともこの機会にね見に行ってみてください。はい、で開催概要なんですけども、トイサピエンスのスターウォーズジャンプトゥハイパースペースはトイサピエンス東京名古屋大阪店で同時に開催しております。開催日時は2022年9月の3日土曜日から10月の30日日曜日まで開催しておりまして、入場無料で入ることができます。11時から19時までね開いておりまして、最後の入場が18時半となっておりますので、お時間だけお気をつけください。で今後オンライン販売の予定もされておりまして、そちらは10月1日のね土曜日からオンライン通販のトイサピエンスの方で発売が予定されておりますので、気になるアイテムがある方は10月1日にねサイトの方を見ていただければなと思います。ただねやっぱりこの店内のねスターウォーズ一色のね雰囲気をねぜひとも味わってほしいので、感染対策にぜひとも気をつけながら足を運んでみてください。ということで僕のチャンネルではこれ以外にもスターウォーズや洋画系のフィギュアのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではゆうとぴでした。ありがとうございます。